ピンポイントでやらない？上も見えてますよ。パッチが見える。さあ、ございました。センター、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 センター。ライブビューイング皆さん、ライブビューイングの皆さん、見えてる。さあ、並んで。まあ、並んで。初心者ですか皆さん。はい、本日はハイパープロジェクション演劇配給進化の夏にお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ライブビューイングでお楽しみの皆さん、楽しんでますか？すごい回数や。代わりにありがとうございます。今日はですね、大千秋楽ということで、一人ずつ簡単ではありますがご挨拶をさせていただきたいと思います。それではマートさんから。はい、マート島田誠役の山口健人です。全37公演応援本当にありがとうございました。田中紗友子役の佐田桃子です。ここにいる30人が誰一人欠けず千秋楽を迎えることができて本当に良かったと思います。37公演本当にありがとうございました。月島明輝役の山川総長です。明輝として K のお兄ちゃんの役をいただいて本当に幸せに思ってます。ありがとうございました。小見春樹役の高根雅樹です。今日まで無事にみんな怪我せず迎えられたことがすごく、千秋楽を迎えられたことがすごく嬉しいです。すいません、いや本当にありがとうございました。サルクイ大和役松並ゆうきです。出演が決まってからの数ヶ月間サルクイ大和として、生きてこれたこの時間は僕の大切な宝物になりました。ありがとうございました。はい、鷲尾辰樹役の三宅潤です。37公演応援ありがとうございました。このカンパニーで過ごした時間というのは本当に、自分の中で一生の宝物になると思います。本当にありがとうございました。はい、木野葉明則役の東拓海です。なんで笑うんですか？やはりか。皆さんと、同じ時間の流れを過ごしたこと本当に幸せに思います。泣くの？泣くの？泣くの？泣かないです。ありがとうございました。泣くの？泣かない。赤橋刑事役結城光成です。明日があるような気がするんですけど、まあないんですけど、でも明日多分起きたら第一声言う言葉決まってると思います。何だと思いますか皆さん？そこで急に Q&A。 それはボクトさんです。ありがとうございました。はい、ボクト孝太郎役の吉本浩輝です。千秋楽なのに2人に足を踏まれるという悔しい、本当悔しいです。で最後に、ずっとやりたかった皆さん、僕はヘイヘイヘイと言ったら皆さんでヘイと返していただければ。ヘイ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 でしょ。はい、バカなのお前は。なんかじゃあ、はい、じゃあ僕がやっぱ俺たち最強って言うんで皆さんでヘイヘイヘイ変えるな。変えてくな。じゃあヘイヘイヘイを言えばいいんだね。はい、お願いします。いきます。やっぱ俺たち最強、ヘイヘイヘイ。ありがとうございました。黒谷、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。袋谷の応援ありがとうございました。以上ですみたいな。もう一回中継じゃないんで。しっかり言ってる。はい、袋行くよ。せーの、クローダリマジ学園。ちょっとやれ。あのね、キャン
学園が最初の方が、はい、これは説明セットあかんのか初めてだけどごめんなさい、ます袋大谷学園高校の応援ありがとうございました。Thank you for coming. ハイバリー F100 の石倉ノアです。今日はありがとうございました。全37公演最後まで駆け抜けることができたのはカンパニーの皆さん含めスタッフの皆様とファンの方がいたからだと思います。本当にありがとうございました。最後片付けたよ。放送事故だ。喋っていいよ。喋っていいんだよ。あ、うん、もういいの。いいっすか。うん、はい、もう喋っていいの。はい、うん、ありがとうございます。終わり。いや、福永翔平を演じました梶原颯です。37公演全員で大きな怪我なく無事にここまで駆け抜けることができたのはキャストの皆さんとスタッフの皆さんとここまで応援してくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございました。はい、山本武ドライフの川澄美信です。このメンバーとそして皆さんとまた会えることを祈ってます。ありがとうございました。はい、役森すき役の後藤健です。どの劇場でも本当に満席のお客様でした。舞台人として本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。はい、甲斐信之役の武志直樹です。本当に、皆さん応援してくださってありがとうございました。なんで笑ってるの。普通に終わろうとしたね。頑張った頑張った。はい、甲斐信之役の武志直樹です。どしゃべんね。ジロしっかりしろ。ジロはい、本当にありがとうございました。はい、黒鉄郎役の近藤勝利です。皆さんも演劇配給も猫馬も愛してます。ありがとうございました。なんなんこれ。こいつずっとこれやるの。さっきこれを今の流行り。はい、はい、小詰研磨役を演じました中田。なんで笑ってんの。研磨役を演じました中田貴人です。全37公演本当にありがとうございました。最高なりつなりました。ありがとうございます。これダメやな。そして、はい、私たちやりたいことがあるんです。お猫まで、そしてライビングといえば、あれやりたいですよね。やりたいね。やろうやろう。ということで、はい、皆さん知ってる方はご一緒にね、はい、やってくださいということでいいですか。はいはいはい。よし。劇場の方もやってくださいね。俺たちは血液だ。俺たちは血液だ。滞りなく流れろ。滞りなく流れろ。酸素を回せ。脳が正常に働くように。やったー。シェイ。猫の高校の応援ありがとうございました。はい、はい、八千人海役斉藤亜美です。です。はい、バレーボールは上を見上げる球技であるっていう風に最後にみんなで言ってるんですけど、まあ、私も結構必死に。いや、あなたの場合常にでしょ。そしたら結構見上げたかなって思います。本当に素敵な夏でした。ありがとうございます。はい、清水清子を演じました長尾静音です。初めての舞台が本当に配球で良かったなって心から思ってます。楽しかったです。ありがとうございました。本当心から言えた。心から言えた。大丈夫ですか。はい、すいません。武田一徹役内田茂です。ありがとうございました。今回はなんか前説から始まり、本当にねすごい楽しかったんですよ。はい、ありがとうございました。
大丈夫っぽい。鵜飼慶信役、そして鵜飼一輝役の林剛です。いや今で喋るとき一歩前出た方がいいかな。いや大丈夫です。あ、そうですか、はい。本当にあの37ステージ応援ありがとうございました。そして鵜飼慶信もそうですけども、林剛に彼女ができることを皆さん願ってください。本日はどうもありがとうございました。構えてる。もう東根朝日役を演じさせていただきました、富森ジャスティンです。そうですね、今回はまあより演劇的にということで、まあ、今までの千秋楽とはちょっと違う感じのなんか今感情で、すごいちょっと楽しいです。はい。でも皆さん覚えてます、今までの。覚えてますよね、はい、今回もやりたいなと思って。もう楽しい感じでね、いきますよ。すがー、あとで SNS で西村ひろちょのネタ。いける？あんま分かってないんじゃない？あ、いるんですよ、グーチョキパーのね、やってね。もっとないってあるやろ。よし、ありがとうございました。ただいまご紹介に預かりました菅原講師役井野博樹と申します。本日はお越しくださりありがとうございました。はい、というわけで37公演進化の夏が終わりましてですね、本当に今回は楽しかったなと思っております。そしてたくさんの皆さんにお越しいただいて本当に嬉しかったなと思っております。それではいつもの恒例のやついきたいと思います。はい、1番の皆さん、2番の皆さん、3番の皆さん、そしてスタッフの皆さん、キャストの皆さん、いきますよ。菅原さん大好き。はい、皆さん、はい、あ、キャプテン沢村。だから毎回さ、海賊なんか。キャプテン沢村って名前じゃないのよ。いや、いいっすよ。毎回海賊なのよ、この人。はい、沢村第一役を演じさせていただきました秋澤健太郎です。ありがとうございます。はい、ちょっと今回ですね、わがままを一つ言いたいなと、言わせていただきたいと。ちょっと普段やってるカラスのエンジンをやりたいんです。いいね。カラスのファイって言ったらおーって言ってください。はい、集合。はいはい、この集合斬新じゃないこれ。はい、皆さん半円の気持ちでやってください。はい、カラスのグー、カラスのみんなグーしてください。グー、あっちあっちあっち、カラスのだよな。どっちどっちで、こっちで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 、はい、いきますよ、いきますよ。クラスファイ。ありがとうございました。それでは皆さん、そのまま拍手を続けて解禁しましょう。はい、みんな、いくよ、せーの。キレがすごい。縁の下力を演じさせていただきました川原かすまです。37公演演劇配給進化の夏、ここまでやってこれたわけですけれども、新キャストを迎えて今回僕たちにとっても進化の作品になったんじゃないかなと改めて思ってます。ここまで来れたのはこの皆さんや新キャストや新キャストや始まった始まった、あとは支えてくださるスタッフさん、選挙、大丈夫よ大丈夫よ、支えてくださる。でも苦手なんだって。頑張れ、頑張れ。さっきダメ出しされたんで、毎回この会話がダメだと。それを言うなよ。ちょっと頑張って考えたんですけど、はい、ここまで支えてくださったのはスタッフさんや緊張してきちゃったじゃん。皆さんのおかげで僕たちがこの舞台に立ってると思います。ありがとうございました。それではいきます。西野や力頼むぞ。おい、頼むぞお前、頼むぞ頼むぞ、テンション上げろや。もう上から行かれて練習したのに。あ、練習だね。
行け、もう一回やる、はい、ガッと行け。西野谷雄役を演じさせていただいた淵野優斗です。本日はありがとうございました。僕は今作からの参加で、初演から気づいてくれた、橋本翔平君の後をやらさせていただいたんですけど、僕は演劇班僕はからやろ、僕はから、もう一回、俺はそっから見せて、西本俺は演劇配給においては、西野谷優が2人いると思ってます。そうだろ、おう、ぬえさん、イエーイ、サイ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 、ありがとうございました。あー、俺のターンだ。ここにいる2000人の田中先輩の後輩たち、そして数万人の後輩たち、準備はできてるか。田中先輩って呼んでみろ、せーの、田中先輩。照れるぜお前今回は進化の夏ということで、俺は田中龍之介として進化したわけです。まず最初の方で宙に浮けるようになり、中盤でカラスになり、そしてペットボトルになるいい進化をね、こうしてきたわけですけど、チームとしてもカンパニーとしてもたくさん進化してきました。しかしそれを支えてくれたのはここにいる皆さん、そしてスタッフさん、そしてここにいる皆さんもう乗ってきた、皆さん勝てる、皆さん勝てる、すぐ一周するやんです。あ、その感謝の気持ちを込めて、ありがとうを言いたいと思います。ありがとうございます。最後に田中謎かけを一つ、お、はい、ハイパープロジェクション演劇配給進化の夏とかけまして、お、シャープペンシルを使っている中学生たちと解く、その心は進化して、おー、懐かしい、はい、ありがとうございました。次は山口でん、ツッキーいつものやってあげて、聞きたいか僕の感想を、そのすごい感想を言ってあげて、いや山口も言ってね、オッケー、本当に楽しかったです、最高でした、ありがとうありがとう、みんなありがとう、でん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 、カカカカカカカッキー、買ったばかりのメガネのレンズに指紋をつけまくるペケポン、お前は契約してんな、次は帰りと、月島契約小坂亮太郎でした、ありがとうございました、ありがとうございました、契約してんな、完璧ですね、はい、この後に非常にやりづらいですが、影山飛雄役の影山達也です。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。まずホッとしてます。全37公演、本当に無事に走り切れたのは、スタッフさんのおかげであり、ここにいるみんなキャストのおかげであり、そして見に来て応援してくださった皆様のおかげであります。本当にありがとうございました。はい、日向翔役のいいんですね日向翔を演じさせていただきました菅健太です。本日は本当にありがとうございましたまず、ウォーリー木下さんをはじめとする、僕たちを支えてくださったスタッフの皆さんにまずここで感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございました。わかりました。そして、今日お越しの皆様、そしてライブビューイングでご覧の皆様、まず、座長としてですね、ちょっとみんながね、夏ということもあって浮かれ気分でね、だいぶこうはしゃいだね、挨拶をして、こうこれはネタ見せじゃないんだこの場所ここは一言いう部分です。本当にすいませんでした座長を代表してはい、そうですね、まあ長かったようで短かったって毎回言ってる気がしますけど、本当に濃いですね。夏で始まった時は本当の夏でね、暖かくてもう半袖に短パンで僕ら毎日稽古してましたけれども、今となってはもうね涼しいぐらいで、ジャージですよ上下やっぱりね、それもうそれだけの歳月僕たちは配給でこの
大切なストーリーをの中で生きられたということは本当に本当に幸せで、それは何よりも見に来てくださる皆様がいてこそだと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやなんかね、終わったとは言いながらもやっぱ明日もあるようなね感じがしてね、朝起きたら僕なんて言うか分かりますか？デジャブかデジャブかな、これこれは最低だ。あいつネタ見せじゃないっつったのにさ分かります皆さん？いやちょっと分かんないですね、うん、それはね、うん、おはようですですよね。そこやんねえのじゃねえか。おはようだけでしょ。インスポで俺ちゃんと待ってたのに。ちゃんとおはようです。はい、明日ねおはようって言ってやろうと思います。はい、ということですね、この30名で駆け抜けられたことが僕は本当に何よりの、宝物であります。誰も本当に駆けなくてよかったなと今心の底から思っています。それもこれも重ね重ねになってしまいますが、見に来てくださる皆様がいたからこそです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。誠にの方でいくか。誠には言うの、勝手に沢村。俺はもう言うの。誠にここで打ち合わせするな。何回目何回目、うん、カラスト高校の応援、誠にありがとうございました。それでは全37公演応援していただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。並びましょう。はい、ありがとうございます。はい、本当に素敵な景色を見せていただきましてありがとうございます。ライブビューイングの会場でご覧の皆さんも本当に本当にありがとうございます。そうですね、もう何も言うことがないぐらい今僕たちが見ている景色は本当に素敵な景色です。やってこれてよかったなともう毎度毎度思います。もう本当に言うことって一つしかなくてこればっかりになってしまうんですけど、皆様がいたからこそ僕たちは舞台上でこの配給のキャラクターたちを生きられることができたなと、本当に本当にそれだけです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。やるか。それでは行きましょう。ライブ演劇の会場の皆さんも行きますよ。せーのバラバラということでね。ありがとうございます。はい、まあ、進化の夏を生き抜いた僕たちそれぞれこれからどう進化していくのか、皆さんも注目していただいたら嬉しいですね。それぞれのフィールドでこれからも頑張っていきたいと思います。最後になってしまいますが、締めたいと思います。ライブビュごめんなさいわ。一回ね、一回ごめんなさい。
ライブビューイングの会場の皆さんも本当にありがとうございました。それでは締めたいと思います、はい、全37公演応援していただき本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー本当に、あーもうここに立つと何を言っていいのかわからなくなりますね。こう本当にすごいエネルギーをいただいています。僕たちやっぱり辛い時というかですね、止まってしまいそうな時ってすごくあって、こう運動量が多かったりとかエネルギーのあるセリフがすごく多かったりとか、それってやっぱり嘘をつけない真剣勝負みたいなところがあってですね、こうちょっとでもなんか止まりそうになってしまうとそれは一気に嘘になってしまうような、そんな素敵なセリフたちだったり動きたちだったりがあるのが俳優の魅力だと思っていて、それをなんか僕たちにこうパワーとしてなんかこう伝えてくれるのは皆様で、皆様が見てくれているからこそなんか僕らはそれを原動力にさらにレベルアップしてなんかこう動けているのかなと、本当に今この景色を見て改めて思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。何かありますか。いや千秋楽、うん、まあ当然だけど千秋楽初だよね、この配給のね、はい、どう、まあそうですね、本当に真ん中でスタージュ話してさ俺はちょっと休んでるちょっと話していい、まあ本当にその目やめろいや本当にホッとしたっていうのがまあ率直な感想で、本当に何だろう、毎回それで出てくる好きなんですけど、まあ一番最初に出てくるのがまあ緊張して本当に怖くて、でも本当に皆様の拍手だったり、キャストみんなの本当にね支えがあって本当に37公演走り切れたので、どうしましたいやね、本当に感謝しかないです。本当にありがとうございます。はいですね、だそうです。ね、うん、もう僕は本当に今回ね、あ台風、そうなんですよ、え3つ2つ2つか、え2つ3つ来てるよね、2つ3つ、いや3つ3つって言わないでそのまあね、まあね、この3つか、でも凱旋入って2つ来たよね、ね、だ週末でしょ、こんな堂々とね台風の話をする舞台はないみたいな、僕らが起こしてるわけじゃないんだけどね、こうたまたまね、その雨が多いなっていうその印象をね持たれてる方いるかもしれない。でもまあよくもまあこんなに降りますよね
例えばそのいつも言ってるんだけど、その太陽が中に入っちゃうから、その日向っていうね。ふうじゃないだろっていうね。ふふふじゃねえよ。いやもう本当に申し訳ございませんでした。まあ本当にいやもう、ね、本当僕らがやりゃあんだからね、しかしそう楽しいし ねいいんだそれで。まあね、そう、まあ俺らが台風の目になってやるっていうね。見えたか。いや僕終わんないから。そうね、帰んなきゃいけないから、ね、それこそ台風なんだから。もうそうだよ、気をつけて帰っていただかないといけないんですよ。これ、ほんとシャレじゃなくね、帰りに俺は飛べるとかね、本当に違う意味で ねダメですから。もう飛べるかもしれないけど確かにそれはダメだから、うん、ちゃんと帰ってからやってください。配球配球ごっこはね、はい、帰るまでが配球ですので、皆さん、はい、ぜひお気をつけてお帰りください。もうこればっかりになっちゃうね、本当に皆さん、まあ、方が皆様方皆様が僕たちの力の源でした。本当に37公演ありがとうございました。ありがとうございました。しましょう、はい。それでは本日は誠にありがとうございました。